どうも、秘密家主秘密総帥ハッチーでございます。今週はですね、今回は一口話のね話題なんですけども、まあ、あのフルボートがねテレビ静岡賞に出走ということで、まあ、9ヶ月ぶりの休み明けにはなるわけなんだけれども、まあね、あのネット競馬の想定2番人気ってあたりで、まあ集中ね推移していて、まあ特別登録しましたよなんて動画も出してるんだけれども、まあ、想定一番人気だった強敵3歳馬イグザルトがですね、まあ、なんと回避というか次の、まあ、東京の短距離戦に出走を先延ばしにした分ですね、出走回避してくれた分ですね、なんと、まあ、現在の想定では一番人気になっております。まあ、安城北村雄一っていうのも、まあ、うん、裏開催秋華賞の裏の東京って考えると、まあいい騎手はねみんな東京 ではなく阪神に行っちゃってるから、まあかなりね上位騎手を確保したという感じになってね、まあここは勝ちに来たという印象になります。まあ、もちろんね、天皇賞の日の東京にねスライドしたイグザルト、まあ、天皇賞の日の方がね、騎手も東京に集まって、まあ、天皇賞の日に東京で出てきて、まあ、そしてねトップ騎手を確保するっていう方が、まあ、次もトップ騎手で行く、その騎手で行くぞみたいなところも含めてね、まあ、期待の表れなのかな、天皇賞の日に出走すること自体がみたいな条件馬にとってはね、そういったところも若干あるにはあるんですけれども、まあ、まあこれはあくまでね俺の次のこう出走馬に対する前振りに過ぎない話でねまあ、そんなわけでね、まあ、裏開催で北村雄一、まあ、ここは勝ちに来てるし、まあ、調教もねすごい動いてるみたいですね、まあ、ウッドコースでねなかなかいい動きを見せてたなんて話もあります。まあね、ちょっと残念なことにね当日はまあ僕はね横浜の日産スタジアムにいる予定となっておりまして、現地参戦ができないのは心残りなんですが、うん、日産スタジアムも勝つしここも、まあ、フルボートにもね勝ってね、まあ試合中にグリーンチャンネルつけるのもどうかと思うけども多分見ちゃうと思うんだけども、まあ、そんな感じでね、うん、それぞれ頑張ってもらいたいなというふうに思っております。以上、ハッチーでした。